皆さんこんにちは。今回は、ベータテスト環境でのモンハンワイルズ、最強武器ランキングを作ってみました。どの武器も魅力的だから楽しみだよ。大前提として、どの武器もちゃんと強く、いわゆるハズレ武器のようなものはなく、また、ベータテスト版なのでスキルや属性の有無、総中棍なら幼虫、狩猟笛なら音色、ガンランスなら砲撃タイプなどなど、不確定要素も多いので、皆さんの思う最強武器ランキングも、ぜひコメントで教えてください。みんなでわちゃわちゃ盛り上がろう。では行きましょう。まず第14位はランスです。ランスはイブシギンなクロート武器ってイメージ。圧倒的な防御力を生かしたカウンター技に、回避と位置調整を担うステップ入力と、他の武器種にはない独特なモーションが多いので、確かに難しい部類の武器かもしれません。そんなランスですが今作からは、デフォルトでジャストガード可能になり、成功時には自動で盾で反撃が行われ、その後にボタン入力でカウンターが発動します。1回のジャスガで実質に初入れれるのか。さらに三角ボタンの中段突き発生後、追加で3回攻撃する、三段突きが追加されたりと、細かいながらに強化をもらっています。どっちも使い勝手が良さそう。特に三段突きは、胴部位への定点攻撃を好きなく出せる、ランスの代名詞とも言える新アクションとなってるので、今作ではこのコンボを主軸に、うまく立ち回っていきたいですね。モーションもシンプルながら、重厚感があってかっこいいよ。そしてランスの目玉とも言えるのが、パワーガードですが、なんと今作のパワーガードは、多段攻撃にも対応していて、攻撃を食らった分だけ、カウンターの火力が上がるようになっています。しかもパワーガードから、丸ボタン長押しの大返し突きを出せば、連続でパワーガードを発動できたり、R2 とスティック入力でガードダッシュが発動し、盾を構えたまま距離を詰めることもできちゃいます。とんでもないおまけついてきた。そしてもちろん、ガード可能武器なので、ワイルズからの新アクション、つばぜり合いも発動。こちらはガードによる一定蓄積値が条件となっているようですが、ジャストガードによって溜まりやすくなるそうなので、ジャストガードの習得は必須と言えますね。ちょっとジャスガの練習をしてくるよ。続いて第13位は双剣です。人気武器がこの順位って意外だよ。今作の双剣は、鬼人化中の移動スピードが遅く、モンハンワールドの空中ランブ、サンブレイクの螺旋山のような、鬼人ランブ以外の隙のないダメージソースが、少ない点からもこの順位にさせていただきました。あれ？でも武器紹介映像で流れてた、リバイ切りがあるじゃない？確かに、火力とかっこよさはぶっちぎりなのですが、リバイ切りの発動には、ワイルズからの新要素となる、傷と、集中モードが深く関係していて、まずは部位に一定ダメージを与えて、モンスターの体に傷を作り、その傷に対して L2 ボタンと R1 ボタンで、双剣の集中弱点攻撃、集中ランブ、炎天を当てることができると、ハンターから調査兵団にジョブチェンジできるので、モンスターに傷がない場合は、鬼人化とランブで攻撃していくしかないんです。脳死でクルクルはさせてもらえないのか。とはいえ、鬼人ランブの強化、鬼人回避と、鬼人見かわし状態、鬼人連山という、新モーションも用意されていて、今作の鬼人ランブは、鬼人化中に丸プラス三角で鬼人ランブ、さらに丸プラス三角で鬼人ランブ2、またまた丸プラス三角を押すと鬼人ランブ3と、3段階に分かれてギアを上げていけます。そうダメージで言ったらものすごいことになりそうだけど、かなり隙だらけではあるよね。そこで役立つのが新アクションの、鬼人連山ですね。この攻撃は鬼人ランブの後に、R2 ボタンを押すと発動し、スティック方向に移動しながら攻撃し、鬼人化を解除するという役割を持っています。普通の×ボタンでの回避より無敵時間が長く、スタミナ消費もないので、スタミナ管理がしやすく、鬼人ランブを鬼人連山でキャンセルし、移動後に再び鬼人ランブに移行することもできます。これはかなり便利そうな技だね。そして鬼人回避はタイミングが合えば、ジャスト回避になり、回避の際に反撃して一定時間、鬼人見かわし状態になるんです。それはどんな状態なんですか？鬼人見かわし状態中は、攻撃威力と属性値が上昇。回避中に攻撃をするようになります。この状態をどれだけ維持できるかで、火力に直結してきそうなので、少し難しくなっているかもしれませんが、そもそもベータテスト版では、無属性の双剣しか用意されておらず、属性武器である双剣の本領が発揮されるのは、製品版になってからかもしれませんね。今後に期待大な武器です。続いて第12位は狩猟笛です。まさかの武器がランクインしてきたね。味方、自身へのバフをかけて、戦況を有利にしてくれるサポーター。という立ち位置の狩猟笛ですが、攻撃性能も上がっています。ほうほう、例えばどんなものがあるんですか？まずは、響き玉。響き玉は、R2 プラス×で設置することができて、範囲内にいるモンスターに、狩猟笛の演奏や攻撃に共鳴して、ダメージを与えることができ、武器ごとに決められた響き玉の効果が得られます。ベータ版の場合は移動速度アップしていました。今度は呪術師のお出ましですか？しかも、響き玉改め、領域展開を出した際は、3つまでですが入力した音符が即座にストックされます。
そしてこの中で戦闘すれば、追加ダメージを狙った上で、自身は強化されるので、過去作からさらに攻撃的な狩りが期待できるんです。ちなみに実用的ではありませんが、響き玉内にモンスターがいれば、遠くで武器を振り回していれば、一応共鳴ダメージを与えることができます。確かにかなり攻撃的ですね。さらにワイルズからの新要素として、特殊演奏という、新たな旋律も追加されていて、狩猟笛ごとに個別に設定されている、専用の旋律効果を発動することができます。ベータ版では、総裁の調べという、特殊旋律が付与されており、モンスターの攻撃に合わせて当てることで、そのまま弾き飛ばしてダウンを取ることができます。味方へのバフもかけられて、単体でも強くて、今のところ最強武器じゃない?どの武器にも言えたことではありますが、使いこなせれば強力なことには違いありません。しかし、狩猟笛は数ある武器種の中でも、特に癖があるとは思い、笛に慣れていないハンターさんや、初心者ハンターさんには向かない、という点から今回はこの順位にさせていただきました。確かに映像を見てもポテンシャルは感じるけど、いかんせん使い手がねえ。私が残念なプレイングなのは、否定できませんが、戦闘面以外でも移動中にバフをかけれるという、サポートとしての強みがありますから。え、そうなの?セクレトの自動追従も相まって、騎乗中に演奏が可能で、マルチプレイの時はもちろん、ソロプレイの際もサブ武器を狩猟笛にすることで、戦闘開始前に旋律を奏でれば、ハンター自身での大幅なバフが期待できます。割とマジで便利です。ベータテスト版で使えた狩猟笛では、自身強化と攻撃力強化のみでしたが、製品版となれば、多くの狩猟笛が出てくるので、攻撃力アップや属性値アップといった火力スキル、回復量アップや防御力アップといった生存系のスキルなど、扱う武器、モンスターによって変えることで、狩りの快適性は格段に上がりそうです。とりあえずサブ武器に迷ったら、狩猟笛にしとけば間違いなさそうです。続いて第11位は、総中棍です。総中棍はエキス入手の簡易化と、新技の追加で強化されました。エキス取得がめんどくさかったから、これは朗報だよ。まずエキスの取得方法ですが、過去作同様の、R2 プラス三角で虫を当てる方法の他に、R2 プラス三角を長押しで幼虫強化し、貫通性能を持ち、複数エキス回収できる虫を飛ばす方法。L2 で集中モードに移行し、虫と一緒に戦闘を行う方法。L2 プラス R1 の弱点集中攻撃を当てる、3つのパターンが用意されています。これで開幕ブンブン言わせなくて済むのか。しかもどこの部位でどの色のエキスが取れるのか、一目でわかるようになってるのがありがたいよ。特に総中棍の集中弱点攻撃、集中転生付きはヒットすると、幼虫が傷口を破壊した上で、一気に3色エキスを回収できるのでかなり強力です。信じられないくらい快適になってる。これは新技にも期待大だね。新技は、丸ボタン長押しで出せる、吸収切りです。この長押しは他の行動中でも可能なので、移動しながら貯めて繰り出したり、三角コンボ中のフィニッシュに持ってきたりと、かなり使い勝手が良く、その後に L2 プラス丸で、幼虫と共に空中へ切り上がる、飛天螺旋山という必殺技も用意されています。いくらなんでもスタイリッシュすぎるよ。この飛天螺旋山は、発動に全エキスを消費するデメリットはありますが、幼虫にも攻撃判定があり、エキス回収が可能。また飛天螺旋山の後に空中から、集中転生付きでの追撃が可能なので、エキスを全消費したすぐ後に3色を回収する。なんてスーパーコンボもできちゃいます。エキスを全消費する技と、一括補充する技が出ているし、今作の総中棍は、今までとは立ち回りが大きく変わりそうだね。そうですね。空中コンボの難しさもそうですが、幼虫強化時の、R2 プラス三角長押しも、右手での視点変更が難しかったり、集中モードとの兼ね合いもあり、常に L2 ボタンは押しておく必要があったり、主なダメージソースとなる吸収切りも、他の動きをしながら丸ボタンを長押しするという、今までのモンハンシリーズでは、あまりなかった操作となるので、その辺の細かい部分の調整が入ってくれると、かなり使いやすくなると思います。続いて第10位はハンマーです。ハンマーは武器の特徴通り、よりシンプルかつパワフルに強化されました。ハンマーの、パワー、って感じ大好きです。具体的には、ため3段階を超える火力を出す、渾身ためが追加されたほか、ダメ12丸ボタンで、ステップ回避ができるようになり、ダメ状態を維持したまま回避できたり、モンスターとの距離を詰めれたり、三角コンボの際後、ホームランも貯めれることで、モンスターの頭位置調整や、タイミングを合わせれば総裁攻撃にもなるので、カウンターやガードといった、特殊な手法を持っていなかったハンマーも、できることの幅で言えば、過去作からかなり増えています。あの脳筋ハンマーくんが、いつしか器用になったもんだ。そして過去作から誤操作による、事故が絶えなかった回転攻撃は、各種攻撃の後に、四角プラス三角で繋げることができ、スタンジなどの大きな隙には有効活用できそうです。あのぐるぐるに救われる時が来るなんて。ワイルズではこれらのコンボアクションと、ダメステップ、
あとは何より、渾身ためをいかに当てるかが、ハンマー使いの宿命となりそうです。なかなかに好きだらけだけど大丈夫かこれ。一応渾身ためは、R2 プラス丸プラス三角で出せますが、ため3段階や、叩きつけフィニッシュなど、派生元となる技も多く、ちょっとした移動と、方向転換はできるので、勇気を持ってブンブンしてましょう。続いて第9位は、スラッシュアックスです。同列の過去作品である、モンスターハンターワールド、アイスボーンでは、最終アップデートで追加された、黒竜ミラボレアスの特攻武器だったこともあり、大暴れしていましたが、今作でもその破壊力は健在。斧攻撃でスラッシュゲージ、剣攻撃で覚醒ゲージを貯めたら、あとはもう、ゼロ距離属性解放付きで万事解決です。結局パンパンゼミが強いんよ。単純な火力も凄まじいのですが、ワイルズで最も重要となる、傷システムともかなり相性が良くて、パンパンゼミは張り付いている部位への、多段ヒットダメージなので、当然傷もつきやすく、傷に対して集中弱点攻撃を繰り出せば、またゲージ回収ができちゃいます。恐ろしい無限ループだ。ここまでは従来のシリーズと、同じ感覚で動かせますが、今作ではさらに、剣モードでは R2 三角で、カウンター切り上げ、斧モードでは、三角丸で総裁切り上げという、カウンター技を出せるようになり、防御面が心配だったスラークに、カウンターが追加されたのは心強いです。フルリリーススラッシュという、属性解放付きに次ぐ、高火力技も追加されました。おお、かっこいい。この攻撃は、剣モードでの各コンボ後につなげるか、属性解放付きの後にも発動できます。あとは相違やそれに代わるアイテムの有無で、評価が大きく変わりそうですが、一応ベータ版では、隠れ身の相違は登場していたので、ひょっとしたらひょっとするかもしれませんね。また懐かしの不動転身パンパンしたいな。続いて第8位は片手剣です。地味に毎作ちゃんと強いんだよね。手数が多く小回りも効いて、スタンも狙える、なんでもやなくロート武器ですからね。しかしモンハンワイルズのベータ版時点では、無属性武器ということもあり、必殺技とも言える、ジャストラッシュの威力が、落ちていたので、低めの順位にさせていただきました。やっぱり手数武器が本領発揮されるのは、製品版からなんだろうね。そもそもアイスボーンで、猛威を振るいすぎていたので、若干の下方修正は入っており、その代わりに追加された新モーションが、ダメ切り落としです。一体どんな攻撃なんですか？ダメ切り落としは、三角丸の同時長押しで発生し、三角コンボ、丸コンボ、ほぼすべてから派生可能な多段ヒット攻撃です。ほぼすべてってやばいね。しかも、発動した瞬間は向きを変えられるので、技の発動後に細かな位置調整ができ、ダメ切り落としの後は、バックステップができるので、そのままジャストラッシュに繋いだり、三角ですぐに攻撃に移り、ダメ切り落とし、三角、ダメ切り落としで、お手軽火力コンボができちゃいます。今作はジャスラから、ダメ切り落としゲーに変わってるのかな。とはいえさすがに、火力はジャストラッシュの方が高いので、モンスターの攻撃の後隙にはため切り落とし、ダウンや罠にはジャストラッシュ、といった感じで、使い分けていくのが良いでしょう。結果的に選択が増えてるし、コンボも多くて触ってて楽しい武器になったね。続いて第7位はガンランスです。こう言ってはなんだけど、思ったよりも上位にいるんだね。今作からは、決まれば気持ちいいロマン武器。なんて言わせないほどに強化されています。一体何がそんなに変わったんですか？一つは砲撃の仕様変更による、機動性の上昇。もう一つは、有効フルバーストと、連装有効フルバースト。二つの新モーションによる、大幅な火力の上昇ですね。おお、なんか強そう。この攻撃は叩きつけから派生に入ることができ、丸三角で、有効フルバースト。その後の丸、三角で、連装有効フルバーストにつながる、高火力コンボがぶっ飛んでいるんです。確かにとんでもないダメージ出てます。その分攻撃はかなり大振りで、隙もかなり大きいのですが、ジャストガードに成功すると、すぐに叩きつけにつながるので、そこから槍攻撃に行くのか、フルバーストに行くのか、有効に行くのか、モンスターの動きに合わせて対応できます。かなり器用に立ち回れるようになったんだね。そしてこれだけの火力を持ちながら、砲撃の仕様変更により、前後左右に移動しながら砲撃を行えるので、見た目以上の機動力を手にしています。ライズみたいなぶっ飛んだ機動力とは、また違った方向の強化ですね。さらにガンランスといえばの遊撃砲も、発射弾数が2発に増弾され、リーチも拡大。おまけに集中モードによって、これまでは不可能だった、上方向への発射も可能になったりと、過去作とは全くの別物になっています。ついにあのロマン砲が実用レベルになってる。続いて第6位はライトボウガンです。ここに来て順当な強武器が来ましたね。過去作からも強い武器でしたが、大前提として、ボウガンはエイムと集中モードが両立していて、常に傷の位置を把握しながら攻撃ができるので、ワイルズの傷システムとの相性が良いんです。ダメージもでかいし、その分ダウンも取りやすいもんね。
その上で今作からは、R2 での射撃後に丸ボタンを入力すると、チェイスショットという新アクションが追加され、これがかなり強力なんです。チェイスショット。名前的に追撃ができるとかかな？その通りですね。そしてチェイスショットによる攻撃では、速射ゲージというゲージが溜まりやすくなっており、このゲージを消費することで、弾を速射できるようになるんだ。今作からは速射の仕様が少し変わったんだね。でもそれなら、何の縛りもなく速射できてた、従来の方が強そうだけど？速射モードでは、反動が大きくなる代わりに、従来以上の弾数を速射できるほか、速射モード時にチェイスショットを打つと、その場でしゃがみ撃ちをはじめ、弾の威力も上昇した、速射チェイスショットを、繰り出すことができるんです。こちらはライトボウガンとは思えない、効果力を出す代わりに、かなり隙が大きい攻撃となるので、モンスターがダウンした攻め時に使いたいですね。ほぼマシンガンじゃないですか。さらに射撃後にバツスティック入力を入れると、倒した方向に移動しながら速射もできちゃうので、速射、移動速射、速射チェイスショットと、常に動き回りながらの速射が可能です。攻撃を避けるのにも、距離を詰める時にも使えるし、移動速射はかなり重宝しそうだよね。何より通常弾でこの火力なので、過去に強かった、断裂弾速射や、属性特化の速射など、装備のビルディングにより、まだまだ伸びしろがあるのが恐ろしいところです。続いて第5位はチャージアックス。チャージアックスは小回りが利き、瓶をチャージできる剣モード。隙は大きいものの瓶を使った、高威力&高リーチの攻撃ができる斧モード。2つを使い分けて戦う近接武器で、今作からは新たに、瓶強化も加わりました。盾強化、剣強化、斧強化に次ぐ4つ目か。もう覚えてらんないよ。やることで言えば、かなり多いので複雑に思えますが、一応、各種強化方法も簡易化されていて、盾強化は瓶を溜めた状態で、R2 プラス丸、丸、剣強化は R2 プラス丸、三角長押し。斧強化はジャストガードを決めるか、集中弱点攻撃を当てるのがわかりやすいですね。確かにそれならできそうかも。それで肝心な瓶強化はどうやるの？瓶強化は、エネルギーがある時にさらにチャージすると、過剰分で瓶が強化されて、瓶攻撃の威力上昇、盾強化の時間延長といった効果を得られます。瓶攻撃ってことは解放切りの威力が上がるのか、めちゃくちゃ強いじゃん。そうですね。しかも今作からは集中モードによって、高出力属性解放切りを頭に当てやすくなっていて、高出力属性解放切りの後に出せる、追撃高出力属性解放切りが追加。その後に超高出力属性解放切りにつながるので、瓶が溜まった状態なら、丸ボタンを連打していれば、とんでもない火力が出せちゃいます。必殺技感半端なくて、脳汁止まんないよ。続いて第4位は体験です。やはり体験は上位に入ってくるよね。一発の威力が重く火力を出しやすいので、環境上位武器の常連となっていますが、今作ではワイルズの目玉要素となる、総裁とつばぜり合い。どちらにも適応しているので、新天地の狩りを感じられるのもおすすめです。運営さんからのご利用しを感じる。特に総裁はうまく当てられれば、モンスターを吹っ飛ばした後に、三角入力で追撃十字切りに派生でき、そこから強ため切りにもつなげられるので、モンスターの攻撃を逆手に取って、一気にダメージを稼げてしまいます。カウンターを当てるタイミングが難しいけど、その分美味しい攻撃だね。ワールドシリーズでは、スリンガー弾を活用し、新ため切りを早く出すというデザインでしたが、今作ではつばぜり合いや総裁といった、いわゆるカウンター技や、いつでも狙えるセクレトからの乗り攻撃など、相手の隙を作る手法が豊富なので、新ため切りもかなり狙いやすくなっていそうです。バリーアクションは苦手だから、たくさん練習しないとだ。そして地味に一番大きい強化が、L2 ボタン長押しの集中モード。今までは一度ために入ると方向調整はできず、切る方向を調整できるくらいでしたが、ワイルズさんハンターはため中に方向入力すると、ちょびちょびっと体の向きを変えてくれるんです。ちょっとシュールで面白いけど、これはマジで嬉しい。操作も比較的シンプルになり、集中モードでの方向調整もあるので、初心者ハンターさんにもおすすめできそうです。続いて第3位は太刀です。太刀もかなり強そうだね。従来通りの見切り切り、居合抜刀鬼神切りという、強力なカウンター技を持ちつつ、今作では兜割りの後に出すことができる大技、連機解放無双切りの追加や、連機ゲージが赤の時のモーションの強化もあり、見事トップ3にランクインしました。その連機解放無双切りというのが気になるよ。連機解放無双切りは、兜割り成功後に、R2 ボタンで発動できて、連機ゲージ1ゲージを消費して、自身周囲に斬撃を発生させるんです。もう無双シリーズみたいになってる。兜割りで1ゲージ、連機解放無双切りで1ゲージ消費するので、連機ゲージが赤色からでも、コンボ後には白色になってしまうものの、ダメージ効率はめちゃくちゃに高いので、積極的に狙っていきたいですね。でも定期的に白ゲージまで落ちちゃうとなると、回収はかなり大変そうだね。ここで役立つのが傷を狙った、集中弱点攻撃です。集中付き、無人を当てると、
即座に1ゲージ回収でき、その後も攻撃につなげられるので、ダウンを取れれば一気に赤ゲージまで回収。それ以外にも R2 ボタンを長押しすると、移動しながら鬼人を貯められ、3段階目まで貯めれば、すぐに鬼人大回転切りに移行します。カウンターや鬼人切りコンボなしでも、ゲージ回収ができてしまうんだね。そして赤ゲージまで到達すると、攻撃力と手数が増え、見切りが、見切り、線に強化。見切り中に反撃も行うようになり、攻撃が発生するようになります。これが序盤に言ってた、赤ゲージ時のモーション強化か。そうですね。赤ゲージ時の強さは過去作一となるので、赤ゲージは可能な限り維持したまま、隙を見つけたら兜割り、連機解放無双切り。すぐに赤ゲージまで回収を心がけて立ち回れれば、どんなモンスターともやり合えるでしょう。新モンスターも増えて、知らない動きが多くなったことだし、まずは確実に見切りを成功させて、ゲージ回収をスムーズにできるようにしないとだね。続いて第2位はヘビーボーガンです。案の定ヘビボはいつも強いんですね。今作のは特にヤバいです。新要素となる幽熱モードの火力がぶっ壊れていて、丸ボタンで通常モードと幽熱モードを切り替えて戦うのですが、幽熱モード中波ゲージ消費と引き換えに特殊弾を打ち出し、通常モードの射撃で幽熱ゲージを貯めていくことになります。ライトボーガンの速射モードと同じシステムって感じだね。まさにそんな感じですね。しかしライトボーガンよりも、できることは多彩になっていて、幽熱モード中波特殊弾を射撃する以外にも、三角ボタンを押すことで、幽熱相殺弾を打てて、モンスターの攻撃に合わせて当てると、相殺アクションが発動し、ダウンを取ることが可能です。パリー可能な遠距離武器ってかなりヤバい気が。そしてシールドもついているので、モンスターからの攻撃もガード可能です。過去作ではタックルだった、丸三角のコマンドが、ガードに変わっているイメージですね。向き合っていれば自動で発動し、つばぜり合いにも持ち込むことができます。攻守万能すぎるよ。これにより、一定距離を保ちながら攻撃しつつ、総裁やガードで安全に立ち回れるようになりました。トップ2ともなるとさすがの強さだ。ちなみに特殊弾に関しては、ヘビーボーガン自体に表記があることから、ボーガンごとに設定されている可能性が高く、ベータ版では幽熱機関榴弾という、ミニガンのような特殊弾を使用していましたが、アイスボーンには、うつ伏せ状態でモンスターを狙撃する、狙撃榴弾という弾もあったので、幽熱機関榴弾以外の、特殊弾を使える可能性も、高いかと思われます。新たな特殊弾とかも来てくれたら熱いですね。最後に第1位は弓です。これは結構話題になっていたし納得です。弓を紹介する上で欠かせないのが、導きの矢。この新アクションのせいで、おかげで、弓は無事ぶっ壊れてしまいました。一体どんな矢なんですか？こちらは R2 のため中に、視覚で装填することができ、モンスターに打ち込むと10秒間残り、その間に打つ矢がすべて導きの矢に集約。すべての矢がクリティカル判定となります。つまり常に最大火力で攻撃を外すことはなくなり、一定部位に集中させることができちゃうんです。強すぎる。それにとんでもない軌道で修正されてくのね。そうですね。画面内に入っていれば、大体どこに打っても当たっちゃいます。そうしてバシバシ撃っていくと、モンスターに傷がつくので、集中弱点攻撃の、集中打ち、戦車で、また大ダメージを狙います。え、これは何が起きてるんですか？弓の集中弱点攻撃は画面中央に出てくる、照準内に入った傷口すべてに攻撃します。導きの矢や直射で撃つ、残留触発矢にも、反応してくれるので、一回で複数部位を同時に攻撃できちゃいます。地味に直射まで強くなってるのね。そんな弓ですが、実は瓶の仕様も変わっていて、今作からは持ち込む必要がない代わりに、仕込みやゲージ、というゲージを消費して各種瓶、導きの矢を装填していきます。ゲージは攻撃を当てるか、チャージステップでのジャスト回避、見切り避けに成功することで回復します。ふむふむ、いくら最強武器って言っても、このチャージステップを駆使しないと、すぐにゲージが切れて、攻めの勢いも失速しちゃうって感じなんだね。そうですね。しかも見切り避けには、仕込みやゲージの回復の他にも、ダメ段階の増加や、スタミナの全回復も可能なので、弓を使うならば必須レベルのテクニックになりそうです。これは文句なしの最強武器だ。製品版ではどうなるのか注目ですね。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。